待たせしました。今日の動画はチユです。ハロハロこんにちは、ユンです。今日はお待たせしました、チユでお買い物をしてきたので、その購入品を紹介していこうと思います。はい、久しぶりにねチユに行ってきたんですけど、もうユンはびっくり仰天って感じでした。だって冬服買いに行ったのに、前の方にたくさんずらーって並んでた商品がもう全部春服だったんですよ。もうびっくりしちゃって、いやまだ1月7日、もう春服ですかーって、チユさんさすがに気が早いんじゃないのって思ってしまったユンでした。でももう春をね先取りしてて、 YouTuber にとってはとっても嬉しいんですけどね。ありがとうございます。それでは早速やっていきましょう。キリト、今日着てる服は新大久保で購入しました。名古屋のねお友達と3人でお揃いで買いました。仲良くしてくれる友達に感謝感謝。はい、それではね早速紹介していこうと思います。レディースコーナーの一角にね冬服が安くなってる場所があって、その中でも一番安かった590円のもの、なおかつユンが可愛いって思ってこれ着たいって思ったやつだけ買ってきました。まず1着目がこちら、じゃーん、ブラウンのアーガイル柄のセーターを買ってきました。なんかもうこのブラウン、白、からし色っぽい黄色っていうこの色合いがすごく可愛くて、生地もしっかり分厚くて今の時期にぴったりだなって思って買いました。アーガイル柄ってね結構主張が激しいので着るのが難しいと思うんですけど、袖がシンプルな感じに切り替わってるので、あんまり柄物着たことないし勇気いるなっていう子でも挑戦しやすいかなって思います。めっちゃ可愛い、かわいい。はい、そして2着目、ユンにしては珍しい色なんじゃないかなって思うんですけど、大人目のブルーのニットを買いました。なんかいつもピンクとか白とか黒とか、なんかこういう青っぽい服はね全然持ってなかったので、この機会に挑戦してみようかなって思って買ってみたんですけど、首元はこうやって広めなデザインになってて、なんかこうやってお花の模様がポイントでついてるのがすごいかわいいなって思って買ってみました。結構女の子って食べてる時とか携帯触ってる時とかにね手元をよく見られると思うんですけど、こうやって袖元までね可愛いを演出してくれる服はすごく助かるし、女の子のために作られたデザインだなって思います。可愛い。はい、そして3着目こちら、でんこれまた珍しい赤色のフリンジセーターです。なんか冬って赤いセーターとか赤いもの着てる人ってすごい映えるなって思ったので、今日はね赤色のニットを目当てで行って、590円の中にあったのでこの機会に買ってみました。このフリンジのデザインもすごい可愛いんですけど、私は服大体 S サイズなんですけど、 S サイズでもね袖がこうやってゆったりしてて丈も長いので可愛い感じにね誰でも萌え袖ができるんじゃないかなって思います。これもね元の値段が2490円なんですけど、生地もしっかりしてるのに540円だよ。めっちゃ安くない？びっくりした。こんなんでいいんですか GU さん。はい、次4着目じゃーん、こちらです。黒いボーダーのタートルニットなんですけど、首元がねジップアップになってて、ここを開けてわざとね中のインナーを見せたりネックレスをつけたりしてみても可愛いと思います。あと今紹介してきたものと違ってゆったりめのセーターっていうよりかは結構体のラインを綺麗に見せてくれるぴっちりした感じのニットになってます。色味もデザインもねすごい落ち着いてるので大人っぽくしたい時とかに活躍するかなって思って買ってみました。でね実はこのニットがあまりにも可愛くて可愛くて、じゃーん、もう一色買っちゃいました。なんと色違いでね買ってしまいました。このニットの形、デザイン、色味が全部ねすごくタイプでめっちゃ可愛いなって思って、黒と青で悩んだ結果両方買いました。たまにはいいよね。はい、そしてラスト、じゃん、こちらです。黄色っぽいカラフルなニットを買いました。あのねこれを買った理由は、なんかさこれさチキンラーメンっぽくて可愛くない？いやめっちゃチキンラーメンじゃん。これに関してはね特にコメントすることはなくて、とにかくチキンラーメンで可愛い、それだけ。はい、それではね早速全部紹介し終えたので実際に着ていこうと思います。どうぞ。
最後の方はね、楽しくなるとふざけちゃう癖がついつい出てしまって台無しにさせちゃったかもしれないんですけど、 GU の冬ニット、こんなに可愛くて生地もしっかりしてるのに590円のものがあったりとか、すごいプチプラなものがたくさんあったので、よかったら皆さんもお近くの GU に行ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは今日の動画はここで終わりになります。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録の3点セットお願いします。以上、ゆんでした。それでは皆さん、今日も一日お疲れーション、バイバーイ。こちらも買いました。じゃーん、ベージュのキャスケットです。このキャスケットは990円でした。安い。もし GU に行ってユンとお揃いを見つけたら、ぜひぜひ教えてください。それじゃあ、またな。